いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらコメリさんの連結平台車ミニ、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、まずね、荷台のサイズ 42.5cm×29cm ということで、はいね、ここからのサイズなのかな、 42.5、 はい、でここ、はい、29cm ということでなっております。はい、均等積載荷重1台あたり 50kg、 はい、4台連結時 150kg ということでね、はい、このようにね連結することができます。はい、でね、こちらのまず、欠点ということをご紹介していきたいと思います。まあ、欠点といってもね、悪口ではありません。もうどうしようもないことなんですが、はいね、こちら今使っているところから今外してきたんですが、裏見るとね、ちょっと蜘蛛の巣が張ってますんでね、これだけはまあどうしようもないのかなということでね、これがね木製のものだったら、まあそういうことはね真っ平らなんでこういうことはならないでしょうけれども、まあ、素材がねポリプロピレンということで、はいね、まあこのようにちょっと蜘蛛の巣が張ってしまうよということになります。はいね、ただねこれをね自分で作るとなると、まあキャスターが500円でね、いうふうになると、それだけで5紙20と2000円になるんですが、こちらのねお値段なんと、はい、1400円か500円ぐらいだったと思いますけどもね、はい、ね、とてもいいものというかお安いものだと思います。はい、でね、こんな感じでリングスターさんのスーパーバスケット、ね、これを、はい、乗せて3段4段5段という形でね、こちらでは、はい、重宝して使っております。はいね、ではこちら置いて、はい、早速まず連結のね状況をまずお見せしましょう。はい、まずね縦に連結、はいね、こんな感じで、はい、当然ねこういう方向、はい、よいしょ、こういう風にどうでしょうかね。はい、こちらね、まあ、こんな風にスムーズに動くのがよくわかります。はい、ではこう外してね、はい、今度こうやることでね、こんな感じで正方形、長方形ですね、いう形も使えますと。はい、ではね、これこちらね、せっかくなんでもう新しいのもう開けていきましょう。はい、では、ね、こんな感じでカッターを入れていきましょう。よいしょ。はい、いうことでね、こちら今高圧洗浄機でね先ほどね洗ってます。なので裏側にね、まあ、見ていただいたら分かるように、はい、何も蜘蛛の触ってないですね。まあ、水気がちょっとねついてるの、若干蜘蛛の巣の蜘蛛がこれね残ってるのかなっていう程度なんですが、まあこういう風にしてね少し、たまにね綺麗にクリーニングしてあげるといいのかなということなんですが、というのもね、これタイヤここのところにね軸にまあ、毛とかねゴミとか付着しちゃうと動きがね悪くなっていきますんで、油を刺すよりかはもう高圧洗浄機かけてあげる方が絶対にいいかなとは思います。はいね、で外すときはねここね真ん中を切ってこう両サイドにね剥がしてあげると綺麗に剥がれ、はい、か剥がれましたね。はい、ね、ちょっとこんな感じで残る場合もありますけどね。はい、ということで、はい、並べていきましょうね、という感じで、はい、順番がやっぱりねありますから、こうですね、先にこう来て、あれどうなんでしょう、おっといいですね。はい、こんな感じで使うこともできますんでね、まあ、ね、1枚もののね台車用意したらいいじゃないかっていうのはねあるんですけれども、まあまあこういう形でねペンキのちょっと缶を乗せてちょっとね置いとくのもいいかなと思って、はい、いろいろとね準備しています。はい、ということで
ね、コメリさんのこちら平台車連結、ね、ミニということでね、はい、ご紹介しました。はい、ということで以上ご視聴いただきましてありがとうございました。